9番ホールですね。グリーン横に来ております。今から梶谷翼選手、三ヶ島かな選手、セカンド地点に立っていて打つところですね。セカンドから取っていきたいと思います。あ、打ちますね。おー近そう。あーきっと悪い。三ヶ島かな選手、23歳、2015年 QT で5位入り出場権を獲得してます。2018年プロテストに合格してます。2アンダーで昨日は回ってきています。お疲れ様でした。ありがとうございました。エイミー小学堂です。こんにちは。2日間終えてどうですか、はい、どうでしたか。体の体力が、はい、しんどくて、しんどくてやっぱりずっと試合出てて、はい、でそのままこっちに来て、はい、休みがないんです。まあそうです、ね、ありがたいことだけど。そうです、はい、私たちもねもう注目して T ショットから撮らせていただいてたんですけど、あ本当ですか、はい、実はこっそり、はい、いい感じでした。いい感じです。調子的にはどんな感じだったんですか。昨日は、まあ、自分のゴルフして、はい、でちょこちょこバーディー取れて、うん、でボギーがなかったので、うん、まあまあ良かったかなと思うけど、はい、今日が、もう体が結構硬くなっちゃって、うん、あんまり触れなくなって、うん、やっぱり暴れ、まあ、いろんなとこ行って、ね、うん、本当バタバタで、で寄ったなと思っても、うん、あのパターが入んなかったりして、なんか疲れてないなみたいな感じがあって、でもまあなんとかアンダーパーでは終われたけど、まあどうかわかんないけど決勝出れること、ね、出れるかなっていう、はい、感じで、はい、引き続き応援させていただきたいと思います。はい、今日ありがとうございました。ありがとうございました。岩見プロ、はい、うん、岩見プロです。今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。どうでしたか今日。はい、もう涼しくって、うん、コースも本当に素晴らしいコンディションで、はいはい、楽しく回ることができました。ちょっとお忙しいということなので一言だけすいません。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。すいません。ありがとうございました。かわいい。次は、手塚彩香選手、アマチュアの、脇本花選手、それから新田由紀選手、サイペイン選手の4人です。サイペイン選手はね、前回 ECC レディースで私も最終組でつかせていただいたので、またお会いできるというかプレーが見れるのはすごく嬉しいですね。ちょっと昨日もすごい調子が良かったみたいで、うん、6アンダーで回ってきているので、今日のスコアはちょっと気になります。はい、手塚彩選手が3アンダーで回ってきているので、まあ、サイペイン選手と一緒に、ね、いいスコアで回ってきているのかなと思います。今から来る脇本花プロは、21歳で2018年プロテスト合格しています。2018年台湾 TLPGA ツアー三歩レディースオープンというのかな、では初優勝しています。サイペイン選手ですけども、28歳、台湾出身です。アマチュア時代から台湾代表として活躍しています。2008年、エーサーナショナルクォーテリーランキングで優勝。2009年、プロに転向し、アジア女子ツアーにも参戦しています。ガンガン攻めてきますからね。
すごいな。狭いとこに本当に乗せるって感じですね。うわー美味しい。結構あり。18番ホールに来てます。杉浦愛理選手、アマチュアの選手ですね。辻理恵選手、東葵選手の3名です。もし辻理恵選手は、25歳で関東中学校ゴルフ選手権個人、全国高等学校ゴルフ選手権団体で優勝を飾るなど、ジュニア時代に数々のタイトルを獲得しています。2015年にプロテストに合格しています。今めっちゃ近いと思います。あのアプローチ、薄井玲香選手、2018年のプロテストに合格。ドライバーの平均飛距離245ヤード。平均で245です。すごいですね。めっちゃ飛びます。はい、次は下川恵美選手、土田美希選手、青木セレナ選手、柏原明日香選手の4名です。青木セレナプロ、1993年生まれの26歳、ツアーの中でも小柄な153センチ、2017年ヨネックスレディースゴルフトーナメントで初優勝しています。それから柏原明日香プロ、1996年生まれの23歳、中学時代に力を伸ばし全国中学校ゴルフ選手権春季大会を制した。2010年には中3ながら
国内女子アマの最高峰大会日本女子アマチュア選手権でランナーアップ括弧2となる躍進を果たしています。2014年のプロテストに合格しています。難しいライナーなのすごい、あのスピンがかかる。古谷彩香選手です。今日はお疲れ様でした。ありがとうございます。今日どうでしたか。今日は、ノーボギーでノーボギープレーできたので、すごい安定したプレーができてすごい嬉しいです。はい、結果的にはもういけそうな通過ですか。はい、はい、大丈夫です。すごい、おめでとうございます。ありがとうございます。アマチュアの方でやっぱそれだけこう力を出し切るのってすごい難しいんじゃないかなって私も思ってるんです。プロの方もなかなかスコア出なかったりとかあると思うんですけど、なんでそんなにこう今日はまあ今日だけじゃないのかもしれないですけど、なんで、何が良かったですか。マネージメントをすごくよくできたかなと思います。はい、結構事前に回られたりとか。いや、今回が試合ぶっなんていうんですか、ぶっつけ本番ぶっつけ本番そうなんですね。はい、あ、じゃあ昨日ラウンドして今日もラウンドしてこう合わせていきながら落ち着いてやってきたって感じです。はい、そうですね。5アンダー5アンダー、はい、すごいですね。ほぼ上の上位の方ですもんね。多分5アンダーまだ見てないですけど。あ、そうなんです。本戦に向けて何か意気込みとかありますか。で、まあ、予選通過を目指してローアマチュアを取りたいなと思います。はいはい、ありがとうございました。本戦も頑張ってください。はい、応援してます。ありがとうございました。お疲れ様です。サイペイさん強いね。お疲れ様でした。今日一日そのプロのティーショットとかあのセカンドあとパターとかもいろいろちょっと遠くからではあったんですけど見ることができて、まあ、予選会っていうのもあってまた雰囲気が違っていい経験ができたと思います。ありがとうございます。はい、2019年の日本女子オープンは、10月3日木曜日から10月6日の日曜日の4日間、三重県のココパリゾートクラブにて開催されます。はい、日本一のゴルファーを決める試合、誰が優勝するんでしょうか。楽しみです。ビンゴルフも会場に取材に行く予定です。楽しみにしててください。じゃあねー。